風の声、光の粒、まどろむ君に注ぐ。忘れない優しい微笑み、悲しさ隠した瞳を、願うこと辛くても立ち向かう勇気君にもらった。だから行くね、夢の中目覚めたらまた会えるよ。この声どこかで聞いた。そばにいたはずなのに。どうしてだろう。なぜか思い出せない。きっと大切だった。あなたは誰？人間は今、憎悪の連鎖と将来への不安とが循環する目に見えない牢獄の囚われとなっています。街にあふれる原因不明の無気力症患者、この世界はすっかりと変わってしまった。同志諸君、君たちもそれを察知しているのではないですか。はい。恐れることはありません。今確実にその時が、その未知なる力が訪れようとしています。我々はそれをニュクスとそう呼ぶ。ニュクス。ニュクスは滅びです。しかしニュクスが訪れれば、全ての人間は等しく救済され、皆安息できるのです。心配する必要はありません。ただ待つこと、待つことだけが唯一の正しい選択肢なのです。先日我々の同志が誤った選択をし、惨めにも非業の死を遂げた。そんな。同志諸君、君たちは決して判断を誤ってはなりません。これは静かなる革命なのです。静かなる革命。大変だ。静かなる革命だ。世間が我々に同調してきたようですね。ああ、だいぶ世の中が温まってきよったわ。所詮人間とは弱い生き物、強い力の前にはひれ伏すしかない。あいつらを排除するためやったらどんな手でもつこたる。ええ、正しいのは我々なのですからね。
僕はずっと君の中に眠り続けていた。僕自身もあの時まで気がつかなかった。君もそうだろ。今でも実感がないよ。この身に君を、領事を封じていたなんて。僕は存在そのものが滅びの確約だからね。ニュクスが訪れて、すべての命は消え失せる。そう。でも君たちが苦しまずに済む方法が一つだけある。それは影時間の記憶をすべて消すんだ。そのためには僕を殺せばいい。僕を封じていた君にならできるよ。領事、答えは簡単だ。迷う必要はない。君にしかできない。お前は本当にそれでいいのか。君の中にいた時のこと思い出せないはずなのに、なんだか温かかった気がするよ。君と一緒に過ごせて楽しかったよ。じゃあまた来るね。集まってもらったのは他でもない。そろそろみんな落ち着いた頃だろう。もちろんまだ決断の日までは時間がある。だから今日無理に結論を出せとは言わない。ただみんなの気持ちを聞いておきたい。いまいちピンとこないんすよね。この世界が来年の春を迎えられないだなんてなあ、今年の花見が人生最後の花見だったのかよって思っても信じられねえっつうか。人生最後っていうより人類最後だからね。決して勝てない敵か。どんな相手なんでしょうね、ニュクスって。さあな。だが逃げる気はない。ニュクスと戦うということですか。ああ、そうだ。お前はどうなんだ。苦しむよりは楽な方がいいと思います。ただどちらを選んだとしても死が待っています。それに領事を、その、そうだよね。私も自分の死についてこんなに見つめたことはなかった。しかしそれで彼を殺すというのはな。でも、あの、もしも何ともならなかったとしても、みんなと一緒なら私はいいかな。竹葉、あ、極論言うと、ほら、生きるか死ぬかは実は重要じゃないのかも。要は満足してそこに行けるかってことなんじゃないかな。なくした父さんのためにもか。それもあるけど、そう決めた私自身のためって感じかな。私ね、最近ちょくちょく実家に帰るようにしてるの。今までずっと両親のこと避けてたのに、領事君の話を聞いてから、どうしてだろう、自然と足が向くようになって。どうせ死んじゃうならさ、このまま放っておいてもいいのにね。でもきっと後悔したくないんだと思う。キリジョ先輩はもう決めたんですか。もともと私に引き返すという選択肢はない。死んじゃってもですか。もしニュクスを倒せるなら、この命と引き換えてもグループは残る。私やお父様の意志はまた継がれていくだろ。アマダはどうなんだ。無理しなくていい。正直に答えていいんだぞ。考えてみれば迷うことなんてなかったです。だって僕を命がけで守ってくれた母さんや新垣さんに負けを報告するなんて絶対に嫌ですからアマダすげえな。俺はこの前だってやれ声だの
昨夜にお前が何とかしてくれよなんて、まあ一人で騒いでみっともねったら。てか俺やっぱ今でも怖え。でも影時間のこと忘れちまったら千鳥のことも忘れちまうんだよな。俺あいついなかったら今生きてねえからさ。だからそんだけは死んでもノーだ。怖いと思うのは逃げていないからだ。恥ずかしいことじゃない。そうだよ純平くん、前を見て怖さと向き合って、その時その場所に生きる道ができるんだよ。だからこそ私、皆さんを絶対に守りたい。今のこの思いに正直でいたいの。ふうか、やっぱりあんた強くなったね。そうかな。だとしたらみんなのおかげだよ。結論は出たみたいだな。じゃあ涼次くんには何もしないってことで一致ですか？そうなるな。俺たちはニクスと戦う。春に出会い夏の思い出、秋の寂しさ冬が訪れ、季節巡ること疑わずにいた。きっとつかもう僕らが信じる未来。メモリ胸に刻みな夢かぎ史上、たとえこの命消えようとも僕らは決めたんだ。あと何年、あと何日、あと何秒、君と一緒にいられるのかな。あと何年、あと何日、あと何秒、僕らはこうしていられるのかな。春に花開き夏の輝き、秋に実り冬を越えて、移りゆく空の青さ風の色を感じ、きっとつかもう僕らが信じる未来。シーズンとメモリー胸に刻みな、ペペカリ史上、たとえこの命消えようとも僕らは決めたんだ。メモリー胸に刻みな夢かぎ史上、たとえこの命消えようとも僕らは決めたんだ。今どうぞ、こちらです。アイギス。かなり損傷が激しくて多少時間はかかりますが、修復は可能ですのでご安心ください。これはまたか。すみません、ずっとこの調子でして、記憶回路は更新されないようにしているのですが、どうもこれが機能を停止する直前に残っていた記録らしくて、まだ原因は特定されていませんが、まあただの機材トラブルの類でしょう。ご心配なく。そうですか。ちょっと失礼。もしもし、
また同じ現象だ。接続している機材に問題はないかい？いずれにしても早急に検証が必要だ。アイギス！もういい。謝らなくていいから。早く帰ってこい。みんな、待ってるから。無気力症の人たちがさ、これもニュクスってやつの仕業なのかね。普段ならこの時期年末モードでもっと華やかなのに。そうですよね、街の雰囲気明らかに変わってきてますよね。みんな肌で感じてるのかもしれない、目に見えない不安を。あー、もう何よいきなり。これだよこれ。最近あちこちで見ますよね、この不思議なマークの落書き。何か意味があるのかな。んなことはどうだっていいの。ここは俺っちと千鳥が出会った神聖な思い出の場所だってのに、汚すなよな。え、ねえ、ちょっとこれ見てよ、ほら、ニュクス教。どういうことだよ、ニュクスなんて俺たち以外知らねえはずだろ。もしかして領事。そんなはずない。むしろ領事君は自分のせいでニュクスが訪れることを悲しんでるようだったもの。私もそう思う。領事君は望んでないはずだよ。じゃああいつらしかいませんね。くそ、ストレガの野郎。何を騒いでる。ミツル先輩、ちょっとこれ見てください。どうも世間が騒がしいと思っていたが、こいつらの仕業か。ニュクスが救いだと。ふざけたこと。ネットでカルトが流行ってるってクラスの子が言ってたけど、まさかこんな。ジンの方はネットで絶大な知名度があるらしい。こういった情報操作もあいつが仕切ってるんだろう。タカヤがカリスマだ。クソ、人の弱みにつけ込みやがってよ。ああ、奴らは本物のカリスマじゃない。世情不安を煽るだけのアジテーターだ。でも、ストレガモニュクスの情報を手に入れてるってことですよね。また卑怯な手で来るつもりかもしれない。大丈夫だって。俺たちもう迷ってるわけじゃねえんだし。目的はニュクス。邪魔すんだったらストレガとも決着をつける。そんだけだ。そうだな。ま、わざわざ探さなくても、あいつらの方からやってくるだろう。どうあっても俺たちが邪魔らしいからな。待ってろよ、ストレガ。絶対に負けません。思う存分叩きのめしてやる。を背負う者たちよ、さあ集え。滅びに向かって泣き叫ぶその狂気。迷える子羊たちには安らぎを。死の恐怖は我らが。この世界は地に滅びる定め。新しい希望を囁いてあげましょう。救済はもたらされる。破滅と死の後、静かなる革命が。新しきジェネシス祈るがいい。弱き者を来たべき時に包む。
ましく待つたまえ苦痛が解放され訪れる安息さひざまつけ今宵も始まる歓喜の宴明かりの下歓喜の宴我らストレが あいつらがどんな策を講じようと答えなんか存在せえへんことに気づくやろニュクスを前に必死に死のうとしている彼らは実に滑稽ですそんな滑稽さこそが私がこの世から消し去りたいものなのです心配をおかけしました丸一月だもんな心配したぜマジで一人で無茶しやがって本当にどうなることかと思いました完治にはもう一週間と言われたんだが無理を言って急いでもらったいよいよ明日ですもんね12月31日まったく大晦日だってのにとんでもねえ決断しなきゃいけなくなっちまってもう年末ムード全然感じられないっつうかあんたは気楽でいいわねアイギス昨夜さん私おかえりあのおかえりただいまおかえ り, かえり待ってたよ咲夜さん、10年前のあの日、私がダメだったから私があんなことしなければ、あなたにこんな辛い思いさせなくて済んだのに君は正しいことをしたんだだけど俺がアイギスの立場だったとしても多分、同じ選択をしていたと思うきっと、みんなだってそうだどうしてここに帰ってきたんでしょうか。え？シャドウから皆さんをお守りすることが私に与えられた使命。だけど、私じゃ勝てないってことがはっきりと分かりました。だからお願いです。明日、領事さんがやってきたら、彼の命を。落ち着くんだ、アイギス。皆さんがこの先苦しみ続けるだけなんて私耐えられない。こんな辛い記憶なら消す方を選んでほしい。たとえそれで今までの思い出や私のことを忘れたってアイギスどうしたの急にそうだよアイちゃんらしくね私らしいって何ですか私は皆さんとは違います私どうして何もできないんでしょういくら皆さんを思っても涙を流すことすらできないそれでもアイギスの気持ちは分かったよ私には全然分かりませんどうして無駄と分かっていて戦おうとするんですどうしてたった一つしかない命を苦しいだけの戦いに使ってしまうのそんな命を投げ出すようなこと私には到底理解できません僕は投げ出す気なんてありませんその通りだそんな気がないから先を見たくなるんだ私に命がないからわからないの私は機械たとえ全損してもアイギスという仕様は残るそれは命とは違うから自分をそんな言い方するな私は大シャドウ兵器ですだけどその役目を果たせません私何のためにいるんでしょう誰も答えをくれなくてそんなこと俺だって知らねえでもさ愛ちゃんの気持ちだったら俺たちみんなちゃんと分かってるよなんつうのかなおいそういうもんなんだよえそういうもん純平さんらしいいい加減な答えですねおっとでもまあそういうもんなのかもな答えなんて誰かに教えてもらうものでもないしねアイギスがね一人で領事君と戦って倒れてるのを見たとき私痛いほどアイギスの気持ちが分かったの私の
気持ち。アイギスが本当にただの機械なら、10年前の記憶を取り戻した時点でリーダーである俺に報告をしに来たはずだ。でもそれをしないで一人であの場所へ向かうと決めた。それはアイギスの中に何らかの思いがあったからだ。思い？私はあの時皆さんを守りたいと思った。生きるとは変わるということ、そして決めるのはいつだって自分自身だ。私も変われるでしょうか？もう随分変わったよ。自分で気づかないのか？こうやって話してるとまるで本当の人間だ。私が今ここにいる理由が分かりました。私は生きろと命じられた機械、命じたのは私自身。私心探してずっと記憶の奥にうずいていたもの、キュッとなる不安、寂しさ、涙の意味、苦しさも胸の痛み、わかる、嬉しいよ。あなたと同じ心私も持てるでしょうか。怖くても生きてみよう。私は私と約束したから、やり方なんてわからないけど、それも多分生きるということ。あなたに出会えたから、私は心見つけた、感じた、歌えたら記憶の奥でうずいていたもの、気持ちキュッとなる不安、キュッと抱きしめ、寂しさ、涙の意味、きなりパワー、苦しさも喜びも胸の痛み、温かさ、嬉しいよ。心私も持てるでしょうか。怖くても生きてみよう。私は私と約束したから、やり方なんてわからないけど、それも多分生きるということ、一緒だよ、多分生きる。いよいよ明日が決断の日だ。
領事。やあ、みんな久しぶり。元気だった？領事君こそ元気だった？優しいんだね。僕の正体を知ってもなお気遣ってくれるなんて。でも大事な決断の前にそれは排除しなくてはならない。だけどさ、俺たちこの前まで一緒。ダメだよ。僕はもう君たちの知っている領事ではない。いいかい、もう一度言っておくよ。僕を殺せば影時間、タルタロス、そして戦いの記憶は全て消える。そして君たちは明日からごく普通の高校生として目を覚ます。そして何も知らないまま苦しむことなく滅びの瞬間までを過ごせる。そう。でも僕を生かせば避けられない死に怯え続けながらその日を迎えることになる。火を見るより明らかと言いたいのか？僕を殺すことへの抵抗感で選択肢を変える必要はない。僕はどのみち消える存在だ。死への抵抗感は全くない。そんな、まるで死にたがってるような言い方。死という概念が君たちとは違うんだよ。分かってます、分かってるつもりだけど。そう簡単には割り切れないさ。一緒に過ごした時間があったんだからな。もうすぐ0時です。0時を過ぎれば僕はこの姿を失って君たちの触れられない存在になる。俺たちの答えは決まってる。腹をくくれてなきゃここにはいない。僕も逃げたくありません。私も自分で決めました。ニュクスを倒すなんてことは決してできない。抗うなんて無駄なことだ。ほら、バカだからな。やってみねえとわかんねえっつうか。前の自分なら目を背けてたかもしれないけど、これでも成長したからさ。私も自分の胸にちゃんと何度も聞いて決めたよ。君が我々に選択肢と考える時間をくれたこと感謝している。僕を生かしておくことの意味を本当に分かっているのかい？それでも俺たちは戦うって決めたんだ。分かったよ。意志は固いみたいだね。君たちの選択に従うよ。よかった。時間がないから簡潔に言う。ニュクスに会う方法を教える。ニュクスに会う方法？場所はタルタロスの頂上だ。約束の日にタルタロスの頂上にたどり着けばいい。約束の日って？明日から数えてちょうど1ヶ月後、1月31日、タルタロスにニュクスが降りる。世界が終わる日だ。だから滅びの塔か。終わらせません、絶対に。とにかく頂上まで行けりゃニュクスと戦えるってこったろ。ああ、僕もそこで待っているよ。滅びの宣告者としてね。ああ、たどり着いてみせる。約束しよう。領事君、一個聞いていい？ん？この世に生まれてきたこと後悔してない？え？あ、ごめん、そういうんじゃないの。私のお父さんがあなたを生み出す研究に携わってたから。僕は遅かれ早かれこの世界に生まれていたと思う。だとすれば、そうだな、君たちのいるこの時に生まれてこられて僕は本当に幸せだったよ。領事君。だけどアイギス、シオミ君、本当にすまない。君たちにはひどく辛い思いをさせてしまった。私忘れませんから。あなたは敵であり、そして友達だったこと。領事と一緒に過ごしたこの記憶、絶対になくさない。必ず守ってみせる。ありがとう。そろそろ行くよ。君たちとはこの姿であるうちにお別れしたいから。領事さん、
困ったな。僕にもまだこんな人間らしい感情が残っていたなんて思いもしなかった。天田くん、君のぬくもりを感じるよ。名残惜しいけど、君たちとこんな風に会えるのは本当にこれが最後だと思う。でも僕はずっと君たちのことを見ているよ。はい。ミュージ君、元気でね。おい、風邪ひくんじゃねえぞ。領事、良いお年を。良いお年を。それじゃ、さようなら。世界は美しい、光に満ちて。世界は素晴らしい、愛に満ちて。君も君も、君も君も、すべての人を愛しく思う、そんな僕を許してほしい。あ、世界がいつか終わる日まで、君が幸せに過ごせますように。僕はこの世界を愛している。この眩しい世界、輝く世界。ほら、純平、早く。待ってさ、何、サピアに起こしてねって言ったら、どうでもいいよって言うから、どうでもいいって分かりづらすぎんだろ、お前。あ、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。あ、コロちゃん。ちょっと、元気だね。久しぶりにみんなの笑顔を見た気がするな。こんな風に新年を迎えられるなんて思わなかったですね。そうだな、すがすがしい気分だ。皆さん、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。このアイギス、精一杯お供させていただきます。たとえこの1ヶ月間が皆さんと過ごす最後の時間になったとしても。アイギス、もう縁起でもない。皆まで言うな。元より勝てる保証などない相手なんだ。そう、保証はありません。ですが可能性はあります。俺たち次第ってことだな。もはやサイは投げられたんだ。やるしかないさ。
でも、やっちゃったって気持ちがちょっとだけあるんすよね。もう、純平さん、今さら？うん！それは仕方ありません。選ばれなかった選択肢に未練を持つのは人間が背負った宿命なのです。人は誰しも、もしもへの憧れに縛られているのかもしれませんね。だとしても、これが俺たちの選んだ道なんだ。俺たちの手で、最高の選択肢にすればいいさ。その通りだ。よし！じゃあ、お参りしましょうか。しゃっ、ね、はい、アイギスも。キリショウ先輩。ん？緊急事態っす。これ何やってるんだ。すみません。これ。すみません。なあみんな、何をお願いした？純平さん、どうした？お願い事は人に教えたらダメなんですよ。よ言わなくとも、おそらくみんな一緒だろう。そうですね。神頼みというわけではないが、やはりいいものだな。気が引き締まる。私、お参りするということが今までよくわかりませんでした。でも今ならわかる気がします。アイギス、本当に変わったね。みんなこうして無事に新年を迎えたわけだが、今月末には全ての決着がつく。後悔のないように。それだけですね。ああ、そうだな。あの、また来年もみんなで初詣来ましょうね。純平さん、どうした？来年のこと言うと鬼に笑われますよ。そういうことなら喜んで鬼に笑われようじゃないか。コロマル。今日はコロマルさんもはしゃいでいるようですね。よっしゃ、じゃあ寮まで競争だ。ちょっと待って、ずるいだろ。おい、待てよ。待ってよ。はい、もしもし。こちらエリザベスでございます。タルタロスのさらに奥へと続く道が開かれたようでございます。ありがとう。残された時間、できる限りのことをしてみるよ。僭越ながら、大切なのは何ができるかではなく、今何をするかではないかと。今何をするか。はい、あなたはもう分かっておいでかと存じます。いよいよ終着点も近づいてまいりました。ご武運をお祈りいたしております。俺は今どうしたいんだろう。珍しいね、塩見くんが考え事なんて。ああ、あれ、山岸、それを写真をね、整理しようと思って。おう、二人とも何してんの？あ、写真、わざわざプリントアウトしたんですか？そう、データだと消えてしまいそうだから残しておきたいなって思って。手伝おうか。ありがとう。じゃあ、順番に並べてくれる？オッケー。はい。はい、ありがとう。あ、これは桜だから4月だね。ほら。あれ、でもその写真誰も写ってない。あ、この時はみんなと知り合う前だったし、私友達いなかったから桜並木だけ撮ったの。そっか。あ、これは屋久島だ。ほら、ここで初めてアイギスさんと会ったんでしたね。ああ、そうだったな。これが夏休み。花火、綺麗だったな。新垣さんと真田さんが
金魚すくい対決してましたっけ。そうそう、ムキになってたよね。あれ、なんでこの写真、二人ともメイド服着てんの。それ文化祭の時のだ。台風で中止になっちゃったんだけど、せっかくだから着ておこうって。風花似合ってんじゃん。もうこれは誰にも見せません。霧城先輩のお父さんと撮った写真だ。優しい笑顔してるよね。あ、いい写真だ。こっちは修学旅行の写真ですね。りょうじくんといろんなとこ行ったな。これがクリスマス。こうやって見ると本当にいろいろあったね。いい思い出も悪い思い出も全部なくなってしまわないように取っておきたいの。記憶は曖昧なものだから。山岸、一つだけ確かなことがある。え？今度桜並木を撮るときは一緒に写る仲間がいる。うん、そうだね。後ろのページまだこんなに余ってますし、これからもいっぱい写真撮らないと。私たちのアルバムここで終わらせるわけにいかないもんね。あ、ねえ、今日の写真も撮ろうよ。いいね、カメラね。あ、うん、ほら、行こう行こう。仲間のために俺ができること。仲間のためにもっと強くなる。オルフェンス！俺はみんなのために戦う。みんなが当たり前に幸せに過ごせる世界を取り戻してみせる。未来を必ず掴み取る。領事、待っててくれ。Thank you.
あ、クソふざけんなよ。何かあったんですか。俺たちはさ、ニュクス倒すために戦ってんだよな。そうだね。影時間消すために、この世界守るために戦ってんだよな。うん、そうだよ。それなのに、それなのにテストとかやってられっかよ。原因はそれか。ニュクスを倒すんだろう。そうすれば普通の学生としての日常が戻ってくる。だからこそ必要なんだろう。イオリ、はい、正論だな。うわ、純平さん、アイちゃん、現実から目を背けるなってことですね。純平、影時間が消えても赤点は消えない。バカにされてるよ。くそ、ニュクスよりも数学の方が手強いぜ。来週には進路相談もあるしね。まあ純平じゃないけど、この状況で自分の将来を考えるっていうのもなんか不思議な感じするよね。当たり前の日常だからこそ大事なんだ。ああ、有意義に過ごそうじゃないか。よし、街行く人、すれ違う人、クラスメイトにご近所さん、知ってる誰だって得意なんかじゃないさ。傷つくこと、へこむこともね、避けて通りたい。Oh, oh, oh. One, two, three と続いてくゲームみたいな日常、前髪をちょいと直してぎこちない笑顔でも案外いけるもんだよ。 Let's communication to two. Yeah, yeah.熱血感のエースも正義感の生徒会も、恋する乙女も恋するあいつも、日本好きなフランス人もゲームに夢中な先生も、お金大好きな社長さんも、ワイルドなポリスマンも、古本屋の老夫婦も、ピンクのワニも、知ってる壁なんか最初からないのさ。ゲームだってクリアするのに試練があるでしょう。 Oh, oh, oh. One, two, three と続いてく普通の日だけどいいよね。背筋をピンと伸ばして、なんでもない挨拶でも案外いけるもんだよ。Let's communication. Let's communication. Akiko. Itte koi. Steak demo tame ni. Yosha. どうしたの？悩み事？悩み？これは悩みというのでしょうか。考えていました。生きるってどういうことなのか、そして死とはどういうものなのか。メメントモリ、死を記憶せよ。自分が必ず死ぬということを覚えておきなさいという言葉ですね。そう、人はいつか必ず死ぬ。アイゲスは死なないかもしれないけど、いつか誰かの死を見届ける日が来るかもしれない。
終わりが来ることを記憶のどこかに置いておく、そういうことでしょうか。そうだね。死を意識するということは生を意識するということ、表裏一体ということですね。うん。この言葉にも二つの意味があって、いつか死ぬんだから悔いのないように生きよという意味と、いつか死ぬんだから今を楽しめという意味。まるで滅びに抗いニュクスと戦おうとする私たちと、滅びを歓迎しニュクスを待ちわびているストレガのようです。でもどちらも生きるということ。死を記憶せよですか。記憶とは生きている証なのかもしれませんね。メメントは英語のメモリーの語源でもあるし。私、生きるってどうすることかまだよくわからないんですけれど、でも見つけたいんです。ゆっくり一緒に探そうよ。焦らなくても大丈夫だ。以前はシャドウ総統の任務が終了したら私の処遇はどうなるのかと、そのことばかり考えていました。ですが今は違います。シャドウ総統の任務は私の制作者が私に課したもの。これからは私自身が私に課した世界の続きを生きるという任務。皆さんに生きていてほしい。そして私が生きていたい。すべてそのために戦います。みんなと一緒ならきっとやり遂げられる。俺はそう信じてる。私もです。咲夜さん、戻ろうか。はい。ったく、好き勝手ベタベタ張りやがって。貼るのは簡単でも剥がすのは大変なんだぞ。ほらもうこうやってちょっと残るでしょ。しはい、綺麗になったかな。うん。よいしょ。俺の似顔絵描いてある。似てる、すげえ似てる。ていうかすげえイケメンに書いてある。てかあれ、ここには確かひまわりのクリスマスツリーが。あれ、純平、千鳥、嘘だろ。な、え、千鳥、マジで千鳥か。そうだよ、純平。ああ、これ夢か。夢とは少し違う。なんかよくわかんないけど。あえてすっげえ嬉しいよ。うん、純平が私を呼んだ。ああ、そっか、俺呼んでたか。ああ、こんなこと誰にも言えねえからかもな。何？俺たちはさ、うん、ニュクスと戦うって決めた。うん。賞賛なんかなくてもさ、みんなで戦うって決めた。うん。でも俺はすげえ怖えんだ。俺の人生失敗ばっかだからさ、ヒーローになるなんて偉そうなこと言ってても、俺千鳥のこと守れなかったろ。一番大事な人だったのによ。純平、次失敗したらさ、大事な人なくすだけじゃねえ、この世界全部なくなっちまうんだってよ。信じらんねえだろ。でも
現実なんだってさ。私、純平に出会うまで自分なんか傷つけても平気だった。それは自分が生きていることの意味が分からなかったから。千鳥、その意味を教えてくれたのは純平だよ。生きる意味、きっと物事にはすべて意味があると思う。だからね、純平がペルソナの力に目覚めたのにもちゃんと意味があるはず。そっか、俺がこの能力使えるようになったのも今あいつらと一緒にいんのも全部意味があんのか。だったら俺たちで何とかするしかねえじゃんな。ありがとな千鳥。悪いんだけどさ、もうちょっとだけここいてくれるか。こんなところにいたのか、明彦。いよいよ明日だからな。ああ、神頼みなどするつもりはないんだが、なぜだかやはりここに来てしまった。わかる気がする。俺もそうだ。妹をミキを火事で亡くした時も、シンジがあんなことになってしまった時も、神様なんてと思いながら気がついたらここに足が向いていた。人知の及ばないようなことが起こった時には、自分の気持ちを整理するためにもこういう神聖な場所に来たくなるものなのかもな。実はそれ以外にももう一度だけここに来たことがある。幾月が死んだ時な。もし霧城グループがシャドウや滅びの研究を始めなければ、幾月もごく普通に陽気で明るく人に教えを諭す理事長として人生を全うしたのかもしれんと、そう思ってな。幾月も滅びの被害者だと。あるいはそうなのかもしれん。だからといって幾月が正しいとは思わん。ただ俺たちは忘れちゃいかんのだろうなと思う。滅びによってたくさんの人の人生が狂わされた。明日、我々はそれと対峙するんだな。ミツル、死ぬなよ。霧城のせいだからといってお前が全てを背負う必要はない。いざとなったら命を投げ打って仲間を守ろうと思ってるんだろう。だがな、お前自身のことももっと大事にしてくれ。決して捨て身になるな。わかった、約束する。大丈夫だ、俺たちならやれるさ。最後までよろしくな。
約束の日です。こうやって号令をかけるのもおそらくこれが最後になると思います。この作戦を最後に特別課外活動部は解散する。感慨深いですね。ついに来ちまったな、この日が。どんな相手なんでしょうね。どんな相手だろうと全力で挑むのみだ。みんな準備はいいか。あの、いいですか。どうしたゆかり。ニュクスを倒すしかないのは分かってるけど、でも考えてみたらそれってやっぱり影時間を消すことなわけでしょ。でもそうなったとしても私みんなのこと絶対に忘れないからって言っておきたくて。何言ってんだゆかりっち。足りめえだろうが。私だって絶対に忘れません。僕だって。私もです。ああ大丈夫だ。心配するな。君の方が忘れても私が教えてやるさ。はい。覚えていよう。必ず。じゃあさ、こうしようぜ。この戦いの後、何がどうなってもまたみんなで会う約束しようぜ。何か特別な日なら忘れないかも。卒業式。確かにそれなら覚えやすいね。場所はどうします。再び平穏の戻ったこの街がよく見える場所がいいな。それじゃああそこしかないな。屋上ですね。よっしゃ決まり。卒業式の日に屋上でみんなでまた会おうぜ。ああ約束だ。はい、はい。みんな、行くぞ！しゃあ！おいおい、キリがねえな。当社！ここは私に任せてください。この身に変えても止めてみせます。私は自分自身でそう決めたから。アイリス、何一人でカッコつけてんのよ。私も戦うわ。ゆかりさん、みんなグズグズしてないで早く行ってください。さあ分かった、任せたぞ。二人とも先に上で待ってっぜ。よし。やっぱり来よったか。貴様ら、こないな場所まで来るとは。本気でニュクスと張り合う気らしいな。当然だ。この後に及んでまだあと何を欲して戦うというのです。世界は間もなく終わろうというのに。終わらせてたまるか。無駄なことはおよしなさい。それよりも最高の祝祭を雑念なく待とうではありませんか。てめえら何言ってんのか分かってんのか。ニュクスを止められなければ今日で全ての命が滅んでしまう。だからなんや、どの道わしらは長く生きられへん。私たちは気づいた時には未来を奪われ
望まぬ力を負わされていました。望まぬ力？どういうことだ。影時間の適正言うんがまだようわからんかった時に、ペルソナを使える人間を生み出すために身寄りのないガキどもが集められた。霧城の手でな。バカな。実験で無理に引き出すペルソナは自然覚醒のあなた方とは違う。制御に問題が出る。だから千鳥もペルソナを薬で抑えて。はじめ100人もおったガキが、わずか半年で残ったのはたったの3人や。じゃあその生き残りが誰が。しかし故に知ったのです。未来などという無形のものを思うことは所詮妄想に過ぎぬと。今という刹那に最高の輝きを求め、それを積み重ねることで魂は満たされるのです。そんなものはお前たちの勝手な言い分だ。考えてごらんなさい。ニュクスを復活させたのは誰ですか。誰か一人が成したのですか。正反対の目的のために立ったあなた方でさえ無意識に加担してしまっていた。そう、これは相違なのです。相違なんかじゃない。少なくとも俺たちは戦うためにここまで来た。やはりあなた方とは相入れないようだ。しゃあないな。加賀屋、先に行っててください。あんたはワイなんかよりなんぼも上まで行けるおきて。頼みましたよ。おい待て。ストップ。お前の相手をしている暇はない。そこをどけ。でけへんな。お前ら風情がニュクスを止められるわけあらへん。けど高谷の邪魔しを言うんやったら話は別や。こいつは高谷の望みや。死んでも譲られへん。さて喋っとってもしゃあないやろ。全員まとめてでもええで。ここは俺に任せてもらおうか。みんなは先に行ってくれ。僕も残ります。俺たちにしかできないこの戦いですね。後悔するで。来いや。はっ。皆さんは先に。わかった。順平、もう一人は譲ってやる。任せたぞ。はい。あこっからや。来る。出番や。しまった。青だ。わいは過去に囚われず未来を望まず、今この瞬間だけを生きる。ベルトラゾガキ。俺は未来を諦めない。あいつに託された未来を。だから俺たちはニュクスを倒す。来い。とどめさせえや。生き恥なんぞさらしたはないえ。行きましょう。
未来か。高屋、あんたにもろた自由、最後まで使わせてもらうわ。まもなく訪れる最高の祝祭、あなた方と共にというのも存外悪くない。はあ、悪いが長らく興じてる時間はない。手加減なしで行かせてもらうぞ。先任せたぜ昨夜。分かった。行け。なめられたものだ。なやろ。ラッキー。いいでしょう。あなた方が自らの生き方を主張するというのなら、私もそうするまで。この野郎。訴えるか。はあ。この野郎。人が人である以上抗える定めだというのに、それすらもわからないほど愚かではないでしょう。生きるべきか死ぬべきか、一人で決められるほど世界は簡単じゃない。だから仲間がいるんだ。君にもそういう仲間がいるだろう。アルテミス！来なさい！この野郎！はぁ？私は今も感じている絶対なる終焉を。この幸福を理解できないあなた方が哀れです。終わりにしましょう。キリソン先輩。ミラリー、まさか。力。ああ大丈夫か。タカヤ、チン、私たちは敗れたのですね。何の真似です。君たちの人生を台無しにしてしまってすまない。霧城を代表して心より謝罪する。何を今さら。天野、君たちのためにもこの戦いに必ず勝ってみせる。ニュクスを倒せば君たちの体を生きながらえさせることもできるかもしれない。私は最後まで諦めない。愚かな人だ。時間がない。行こう。いつ。おいしょっと。往生際の悪いやっちゃ。神に抗おうなどとは救いようのないバカな人たちです。
ようやくここまで来たな。おそらくこの先が領事が言い残した約束の場所。深尾咲也！みんな！揃ったな。絵巻氏、この先が。はい、タルタロスの頂上です。この先何があるか想像もつかない。みんな決して油断するなよ。はい、私も全力で皆さんをサポートします。これが最後の戦いですね。俺たちでいりゃ絶対に負けねえだろ、サクヤ。ああ行こう。あそこから何か来ます。ペルソナを出さなくても強く感じる。こんな反応は初めて。その名はカリソメさん。嫌いじゃなかったけどね。僕は滅びを告げるだけの存在、いやだったと言うべきかな。君たちはもう理解できているのかい、この僕が一体何なのか。分かってるさ。そんなこと、全ての命に約束されてるものなら分かるだろう。抗うなんて無駄なことだ。約束したんだ、一緒に過ごしたこの記憶を絶対守ってみせるって。そうか、じゃあ行くよ。気をつけてください。すごい戦闘力です。知恵の実を食べた人間はその瞬間より旅人となった。カードの示す旅路をたどり、未来に淡い希望を託して、とあるアルカナがこう示した。強い意志と努力こそが唯一夢をつかむ可能性である。みんな！そのアルカナは示した。心の奥から響く声なき声、それに耳を傾ける意義を。気をつけて！そのアルカナは示した。生が持つ輝き、その素晴らしさと尊さを。これが最後の戦いだ。死んでも勝て、アルテミシア。そのアルカナは示した。あらゆるものに毅然と向き合い、答えを決するその勇気を。決めたことに後悔はない。相手が何であろうと必ず倒してやる。カエカエカエ。そのアルカナは示した。己を導く存在、それを知ることの大切さ。アラガキさん、僕は戦います。生きるために。カエラミミ、よくやった。あなた、行くぞ。そのアルカナは示した。他者と心が通じ合う、その喜びと素晴らしさ。生きるっていうのは自分の人生の終わりから目をそらさないこと。あんたの前でも決して後ろは振り向かない。行くぞ。そのアルカナは示した。目標に向かって跳躍するその力こそ、人が命から得た可能性であると。諦めない、絶対に。アテナー。そのアルカナは示した。何もかもが不確かゆえ、
正しき答えを導かねばならぬことを。千鳥からもらった命だ。今日で終わりになんかさせるかよ。取り進め、進め、進め、行け。そうだ、まずい。やだ、ダメだ。あ、また。シルジョン先輩、そのアルカナは示した。時に己を見つめ、自らの意志で道を決する勇気を。俺はこの戦いに全てをかける。オルフォンだ。行け。そのアルカナは示した。英語、時と共に回り続ける残酷な運命の存在を。そのアルカナは示した。どんな苦悩に苛まれようとも、それに耐え忍ぶ力が必要なことを。必ず勝ちましょう。私たちならきっとできます。オラカ、そのアルカナは示した。避けようのない窮状においてこそ、新たな道を探るチャンスがあること。行くぞ。いやあ、知恵の実を食べた人間はその瞬間より旅人となった。アルカナの示す旅路をたどり、未来に淡い希望を抱く。しかし、アルカナは示すんだ。その旅路の先に待つものが絶対の終わりであるということを。いかなるものの行き着く先も絶対の死であるということを。死に抗うことなどできない。生きることと死ぬことは同じだ。終わらせよう。これが君たちの選んだ道なんだ。みんな耐えて。今さら立ち上がってどうなる。もうよすんだ。だからって諦められるか。決めたんだから命かけるって。俺たちは絶対に負けない。行くぞ。ベルトラ、ベルトラ。いえ、まだです。惜しい、本当に惜しいよ。運命を理解し、それでもなお正面から戦おうとするその強い意志、その心がもっと多くの人々にあれば、滅びの訪れはなかったのかもしれない。でももう遅いんだ。遅いとはどういうことだ。ヨシさんが月に吸い込まれていく。違う、月の方が近づいてくる。マジかよ。見て、月が。月そのものがニュクスだというのか。わっ。この音、十二体のシャドウを倒した時も響いていた。間もなく落ちてきます。この場所に何か来る。ネパワー。なんだこの波動は。潰されそうです。こんなところで終わらせるわけにはいかない。さあ、どっちから。この力は一体負けるか。あっ、そう。立っていられ。
何が起こってんだ。おい、あれ見てみろよ。落ち着かなきゃ。今は祈ることしかできないけど、誰かが戦ってる気がするから。絶対希望を捨てない。きっと大丈夫よ。諦めちゃダメ。信じてるぞ。負けるな。ここはベルベットルーム。あなたは気がついていましたか。一つ一つはごく小さな力、しかし確かにあなたへと向けられている。それはあなたが気づいた絆の力。小さな絆が集まってできた力。これはあなたにとってとても特別な力。あなたが手にしたのはユニバースの力。みんなの力。あったかい。もはや何事の実現もあなたにとって奇跡ではございません。まもなく最上階です。その力で、その手につかみ取ってください。あなた方自身の未来を。今なら。
ここは一体どうなってるんだ。山岸、潮宮無事か。戦いはどうなった。それがどうなんだよ風花、あいつ無事だよな。さっき光に包まれた時全部消えてしまって、もう何の反応も。まさかこの力と引き換えて。ふざけんじゃねえよ、もっとちゃんと探せよ。助けより、あいつ一人だけなんてなことあるかよ。嘘でしょ。ねえ嘘でしょ。俺はまた守れなかったというのか。私たちも命を懸ける覚悟でここまで来たというのに。僕がもっと強かったら。なぜこんなにも私は無力なの。大事な人を守るためにここまで来たのに。潮見くんいるんでしょ。ああ、返事してよ。おい咲夜、てめえが死んだなんて俺たちは絶対信じねえぞ。私たちはここです。返事をしてお願い。大丈夫、心配ないよ。この声、この宇宙で僕は再び眠りへと帰る。今度こそ本当の日常が戻ってくるよ。君たちにも彼にもある。じゃあ咲夜さんは。彼は命の答えにたどり着いたんだ。ただそれが君たちより一足早かった。それだけのことさ。君たちだっていつかたどり着ける。かけがえのない絆の力によって。絆の力。まもなく影時間がこの世界から消える。誰もが本当の意味でこの時間の外へ出る。君たちの命の小指はこの先も続いていく。おめでとう。奇跡は果たされた。まだできないんだって。おめえもだろうが。仲間仲間やめろよ。そろそろ行かねえと。教室で待って。また後でな。ああ、ゆかりっち、おはよう。おはよう。なんだそのテンション。おいおい、あのね、あんた今日卒業式なんだよ、うん、もう少ししんみりするとかないわけ。ゆかりっち、卒業式、うん、授業ない。ラッキー。あんたは気楽でいいわね。っていうか信じらんねえ。この卒業式終わったらさ、俺たち3年生だってよ。マジで気が重いよね、進路とかさ。あ、純平どうすんの。俺はね
ヒーローになるんだ。おい、笑うなよ。ヒーロー？かっこいいんだぜ、テロテッタつってな。はいはい。あ、純平、邪魔。あ、ごめんごめんごめん。おはようございます。おはよう。ごめん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 、いいよいいよ、ごめんなさい、ごめんごめん。ゆかりちゃん、ん、あの子隣のクラスだっけ？ああ、山岸さん、寮が一緒なんだけど、他のクラスのことあんま喋んないよね。だよな、可愛いし、今度デートにでも。やめとくか。どうしたの？なんかよくわかんねえけど。なあ、胸がうずくぜ。気持ち悪い。やめろよ。ほら、開いてくよ。ちょっと待ってよ。はい、誰？サクヤさん、アイギスです。アイギス、どうしたの？ごめんなさい、急に来て。だけど私、どうしてもあなたと話がしたくて。私、思い出したんです。私たち、あの時、あの戦いの日。アイギス、どうして今まで忘れてしまっていたんでしょう。こんなに大事なことなのに。私、気にすることないよ。すみません、ただ全部思い出したら、あなたがあの戦いの時みたいに遠くに行っちゃいそうな気がして。そんなことないよ。今日卒業式の日ですよね。ああ、そうだな。外、とってもいい天気ですよ。覚えてますか、約束の場所。先に行って待っていましょう。平穏の戻ったこの街が一番よく見えるところに。ああ、行こう。皆さんと学園で過ごした最後の年は、私にとって大役を拝命しての一年となりました。生徒会長の任を果たすにあたり、私は考え、一年前のこの壇上で皆さんに言いました。未来の時間には限りがあるということから、目をそらしてはいけないと。思えば、これを考える機会を与えられたのは運命なのかもしれません。ご存知の方もあると思いますが、私は去年、父を病で亡くすという試練。いや、違う。ミツル？どうしたんだろう、演説止まっちゃったよ。お父さんのこと思い出しちまったんじゃね。思い出す？私は父を病で失った。違う。
違うわ。思い出した。そう、私は父の尻筆で一度は生きる意味さえ失いかけた。でも今は違う。父の意志は私が継ぐ。未来から逃げない。必ず受け立つ。もう二度と私は迷わない。なぜなら私には大切な仲間がいて、そしてどんな未来からも目を背けないと誓い合ったからだ。ああそうだ、間違いない。行くぞミツル。明彦、皆さんよかった、間に合った。来たか、まだ。はい、そっか、そうだよ。ゆとりちゃん、ふうか、行くよ。約束の場所へ。いい天気ですね。ああ、綺麗な空だな。本当にここからは街がよく見えます。私たちの街が。風の声、光の粒、まどろむ君に注ぐ。忘れない優しい微笑み、隠した瞳を願うこと、辛くても立ち向かう勇気、君にもらった。だから行くね、夢の中目覚めたら、また会えるよ。遠い記憶、胸に秘め、歌う世界を君の手で守ったから、今はただ翼をたたんでゆっくり眠りなさい。永遠の安らぎに包まれて Love All Eternity、 優しく見守る私のこの手で眠りなさい。笑ってた、泣いてた、怒ってた、君のこと覚えている。忘れない、いつまでも。決して Until my life is exhausted。私ようやく分かったんです、生きるってどうすることか。自分の力が足りないと思ったとき、悔しいと感じた理由も今ならわかる気がします。あなたを守ることはもう私にとって与えられた役目なんかじゃなかった。
いつの間にか私自身の望みに変わっていて、だから交差点聞こえてきた君によく似た声、振り向いて空を仰ぎ見る、こぼれそうな涙こらえて、明日こそいつの日かもう一度君に会えると信じ一人迷い、雨の夜晴れた朝待ち続けて、忘れないよ駆け抜けた夜を、回ゆく輝くひととき、みんなと一緒だった、かけがえのない時と知らずに私は過ごしていた、今はただ大切に忍ぶよ I will embrace the feeling、君はね確かにあの時私のそばにいた、いつだっていつだっていつだってすぐ横で笑っていた、なくしても取り戻す君を I will never leave you、 ありがとう拓也さん。泣かないで大丈夫、アイギスには絆を結んだ人たちがいる。そうですね、おかしいですね、こんなに大切なことが分かったのに。私、自然なことだよ、それはアイギスがずっと探し求めていたもの。はい、咲夜さん、少し疲れたでしょ、今はゆっくり休んで、私はずっとここにいるから、みんなともすぐに会えるから。あ、そうするよ。シオミ、シオミくん、シオミくん、咲夜、咲夜さん、シオミ、離さないよ、離れない。
Day Days 同じ月をいくつ見上げたろう同じさよならを一人そろ越えただろう痛みがくれる宝石知ってたはずなのになくした光だけ数えてた Stay high 気づけばほら窓越し眩しいスカイブルーきっと明日のドアが開くよいつか巡る時が全てを変えてしまっても絶対なくさないよ君を I love a newThank you.
なぜかわからないけど探してる。ずっと誰かを探していた。長い長い時の中で動かなかったものが今動き始めた。運命というものでしょうか。影時間の中の悲劇、母さんは殺された、殺されたんだ。すくむ足を奮い立たせて、仇を討ちたい。俺たちは育った、まるで本当の兄弟のように。俺たちは誓った、全て守り抜くんだと。強く強く強くなるんだ、力求め拳をぶつけ合った日々。どんなに大切なものを失っても、それでも夜は過ぎ明日は来る。役に立てたのでしょうか。 I miss your smile、 もう一度あなたを笑顔にしたかった、あの頃のように。Hey! Hey! ペンライト振ってくださいね。君も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 、全ての人を愛しく思う、そんな僕を許してほしい。僕はこの世界を愛している、この眩しい世界、輝く世界。教えてくれた心から、あなたの娘に生まれてきてよかった。優しく目隠しされたように見えないけれど、二人一緒だからきっと大丈夫、だって友達だから、だってつながってるから。季節外れのひまわり、孤独を消してくれたあなたみたい。 It's like a sunflower blooming in my heart。 季節外れの太陽、未来を見せ
せてくれた君のよう It's like a sunshine in my heart。 青い空飛んでいた鳥たちも今は見えない。ざっくりと開いた胸の傷そっと抱いてあなたの上の止まり気味 I'm a new year end 泣きたい時は君の名を呼ぶよ I'm a new year end 会いたい時は君の名を呼ぶよ。かを背負う者たちよさあ集え。滅びに向かって泣き叫ぶその狂気迷える子羊たちには安らぎを。死の恐怖は我らが癒やそう。弱くて脆くてそれでも結びつき光輝く奇跡。この世界で全て生きる屍まで、そして道が闇の未来。あなたが残した奇跡導いてあげましょう。ああ欲望を後悔数えられた世界もまだまだ死を追い尽くしても、That's more or never for sale. 月光りした It's still a race. It's still got reasons to eat always. Till this moment of time. あの時交わした言葉が鳴り響いて、ささやかな夢。There is no more darkness, no more tears in the lake, no one hide. Let me out and let's go. As I feel so light, 繰り返すそれ。Let me out and let's go. As I feel so light, 渡り闇の先。
本日は、舞台ペルソナ3ザ・ビアードマスカレード男性主人公バージョン、最終章壁空の彼方へに、お越しいただきまして本当にありがとうございます。今日もたくさんの方にたくさんの方の、笑顔を見ることができてとても幸せでございます。はい、ということで今回はですねこの方に挨拶をしていただきたいなというふうに思っております。リョウジ。本日はご来場いただきましてありがとうございます。はい、というわけで最終章でございます。初めて最終章を見た方には何のこっちゃっていうこともあったかもしれないんですけれども、まあでもそうですね、すごくあの思い入れのある3年間、過ごしてきてですね、無事にここまで来れたのは本当に応援してくださる皆様のおかげだと思っております。喋り出せば思いは、止まりませんので、この僕だけじゃなくてここにいるみんなの思いは、舞台上でお芝居に乗せて皆様にお届けできたらと、そしたら素敵な、千秋楽を迎えれるんじゃないかなと思いますので、最後まで気を引き締めて頑張ってまいりたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ニコニコ生放送をご覧の皆様、見えますか？どれでしょうね、カメラ。あそこですね、真ん中にありますね。真ん中3つある中の一番左はアップで映してるらしいんで。よくご存知ですね。すごい。よく知ってらっしゃる。みんな知らないよ。はい、ということで、あのニコニコ生放送でもくださった皆様も本当にありがとうございます。ただいま、男性主人公バージョン、今終わりましたけども、あのこの後、夜にはですね女性主人公バージョンも、ニコ生でもご覧になれるみたいなので、ぜひお時間があったら見てください。そして、とうとう明日はですね男性主人公バージョン本当に、ラストを迎えます。そしてその次の日には本当に女性主人公も、本当にファイナル、大千秋楽を迎えることになります。全公演を、終了することになります。本当に先ほど、上田くんも、言ってましたけども、話し出したら本当にキリがないほど、思い出もたくさんありますし、思い入れもたくさんある作品でございます。最後までどうぞ応援をよろしくお願いいたします。では改めまして、本日は誠にありがとうございました。最後までよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、本当にたくさんの方に支えられて、本当にこのヘップ対ペルソナ3、本当に支えられてここまで来たなというふうに思っております。もうちょっと最後までありますけれども、ぜひこの後またあのご観劇できる方も、残念ながらできないけどあの応援してますよっていう方はですね、本当に皆様の応援を僕たちは本当にこう体全体で、本当に伝わっていきます。それを全身に受け止めて、このステージの上で皆様に、お返しできたらなというふうに思っております。そしてこの後の、ニコニコ生放送の、アンケートもですね、きっと 100% 間違いなしなんじゃないかと。詳しいな。ねえ、そうやろ。よかったな。そう、ぜひ、まあまあとか押さないでくださいね。
いいぞ、大事大事。よう言った、座長。よう言った。女性主人公バージョンも 100% 目指して頑張りましょう。はい、はい、ということで本日は誠にありがとうございました。